まずは助けてやろう。アグモン、この糸を切れそうか。任せて。ああ、助かった。いや、どうも大きいに。ん？珍しいこともあるもんやな。また人間の子供です。またって、君他にも人間の子供を見かけたの？はいな、アンさんの後ろにいるやつよりエロ小さかったです。それってひょっとしてミュウ、その子って一人で歩いてたの？いや、それがあの子は歩きにもに捕まってましてな。えらいかわいそうでしたから、隙を見てちょちょいと助けたったんです。そしたら歩きにもにバレまして、わて捕まってしまったんですわ。それでミユは、その子はどうなったんだ？え、ちゃんと逃げ張りましたよ。途中まで一緒でしたから間違いありません。なんかあれです、キラキラしたとこへ行きまして。そうか、教えてくれてありがとう。それとミユを助けてくれたこともありがとう。いえいえ、これくらいお安い御用ですわ。キラキラしたとこって、わてもあれや、なんちゃったらいいんやろ、上の方からぼーっと眺めたらええんちゃいますか。あ、それなら電波塔の上から見ればわかるんじゃない？そうだな、それなら早く登ってみよう。よし、やっと着いたぞ。いや、今更だけどさ、こんなボロボロのロープウェイが動くなんておかしくない？どっから電気来てんの？メンテとかどうなってんだよ。誰がやってんだよ。おかしいだろ。校舎の水道だってそうだよね。何なんだろう、本当。今はそんなことよりミュウの行方だ。さっさと登ろうぜ。
って、おい、なんだこれ。どうなってやがる。周り中が海だと。おい、ここは山間部だったはずだぞ。これ島じゃん。やっぱ俺たち強制移動させられてたの。なんだかとんでもねえことになってきたぞ。お前たちの校舎も神社も全部見覚えある建物だってのに。位置も違えば地形も違う。どうなってんだ。嘘でしょ。何がどうなってんの。みんな落ち着くんだ。修二さんが一番落ち着いてないじゃない。そんな。なんで海、なんで島なんだ。見覚えのない建物すらあるぞ。パイプだらけのでっかい建物があるな。異世界ってことでいいのよね。もう助けなんて来ない。そう考えていいのね。そんなことないって。まだ悲観するには早いよ。でも。亮。やっぱりだ。やっぱりここは元の世界じゃない。元の世界じゃ。きっと死後の世界だ。そう、それで間違いない。おい、しっかりしろ、リョウ。俺もあいつらもみんな死んでるんだ。じゃあママは。だからママはここにいるんだ、きっと。あれはもう間違いない。俺を呼びに来たんだ。おい、何を言ってる。落ち着くんだ。いいか、ここでパニックになっては危険だ。こういった時こそ一人一人が自覚を持って周囲に目をやり、慎重に自らの行動を。うるせえ。いった、殴ることないじゃないか。おい、リョウ、どこに行く。危ねえぞ。まずいぞ、リョウを止めないと。大丈夫、分かったんだ俺。ここにママがいる。ママに会えるんだ。
ママ俺だよ助けて。あらあら、やかましい坊やだこと。そんなにママに会いたかったのかしら。ほら、いらっしゃいな、かわいい坊や。この偽物、お前なんかママじゃねえ。俺を裏切りやがって。そうだよ、ママは絶対に俺を裏切らないんだ。いつでもどこでも困ってる俺を助けてくれる。だからさ、俺はもうすぐママに会えるんだ。そうだろ、ママ助けてよ。ああ、何言っちゃってるのあんた。うるせえ、俺は今ママと喋ってんだよ。邪魔すんな。ママ俺ずっと頑張ってたよ。ママに会えるの楽し…早く会いに来て、ママ。あら、ダメね、この子壊れちゃってるよ。どうします、きちんとした儀式をして生贄にするのが本当はいいんだけど。この世界に取り込まれることになるし。そうね、ここで死んでもらうしかないわ。サイクロモン、いらっしゃい。はい、アルケニモン様。これ、殺しといて。簡単な仕事だから任せたわよ。かしこまりました。それじゃあ、私は祭壇に戻るわ。よろしく。仕事する。なんだこれ、いやだ、なにこれ、ママ、動くな、掴みにくい。お前、ここから落とす、絶対死ぬ、確実。黙れ。奴はサイクロモン、怪力自慢の暴れん坊だ。デカさにビビっちゃダメよ、あいつ頭は悪い
え、リオはまだ無事なのか。抵抗してる。リオ君は無事よ。だったら早く助けてあげないとね。怖いけど頑張る。キューカネモンがリオを助けてだって。分かってる、絶対助けるからな、クネモン。ミユキとハルは危ないから下がってて。うん、うん、みんな行くぞ。
心から思ってないの。私、出しゃばってみんなの邪魔してるの。わかんない、わかんないよ。サキ、あいつの言うことに惑わされないで。サキが仲間を思う気持ちは私が一番知ってるわ。あなたが仲間を助けたいって思ったのは本心じゃないの？わかんない、わかんなくなっちゃった。いいと思ってやったのに、みんなから嫌われて。相手の気持ちになってとか、わかんないよ。私、どうすればよかったの？サキ、大丈夫！あ、大丈夫よ、サキ。あなたの心は綺麗だわ。心のままに行動していいの。思った通りにすればいいの。心のままに。サキ、あなたの心はここで立ち止まれって言ってる？私の心は違う。そんなこと思ってない。友達が苦しんでいるのに、ただ眺めているだけなんてできるわけがない。フローラも、お願い、手を貸して。それでいいのよ、サキ。
オレルム。オイラの番だね。この力も重ねていけ。この力も重ねていけ。俺が行く。せい。オイラの番だね。早く助けに行かないと。さ
戦いを終わらせるんだ。ああ、わかった。そうだ、一つ目の化け物に落とされて、俺死んで、いや生きてる。なんで、すげえ高さだったのに。じゃねえよクソガキ。それが命を救った相手に対する態度？あ、お前がバカ言ってんじゃねえよ。ふん、まあ別にいいけどね。お前なんてどうでもいいし。ガキに見下される覚えはね。お前何なんだよ。なんて目で見てんだよ。だから言ってるでしょ、お前なんてどうでもいいんだよ。化け物。助けママ。動かない方がいいよ。死ななかったとはいえ、あちこち怪我してるんだから。助けて、ママ。そうだ、スマホでママに電話を。なんで電話できねえんだよ。なんでママに連絡できねえんだよ。どうして現実世界に帰りたいの？
ここには俺の居場所なんてねえ。ここは俺の世界じゃねえんだ。タクマたちは俺が気に入らねえんだ。何かっていうと俺を邪魔者扱いして、あいつら化け物従えて俺を排除しようとしてんだよ。お前にはそう見えてるんだ。だから俺は帰りてんだ。元の世界に、うちに帰りてんだよ。大丈夫だ。今にママから連絡が来て俺を助けてくれるんだ。ねえ、いつまで妄想の中で生きるの？母親から連絡なんて来ないことは自分が一番分かっているはずだよ。ママはずっと病気で、俺もっとママに会いたかったのに、医者が会っちゃダメって、いっぱいいっぱい我慢して、俺が寂しがると亮は強い子だから大丈夫って、それがママの最後の言葉で。ああそうか、ママは死んでたんだった。そりゃ連絡なんか来ねえよな。そうか、そうだよ、ここは死後の世界なんだから、死んだママは近くにいるはずだ。ねえママ、いるんだろ？早く会いに来てよ、ママ。これはもうダメだな。完全に壊れちゃってる。ああ、来たんだね、君。でもちょっと遅かったね。霧の中に何かが…ああ、ママ、やっぱり来てくれたんだ、ママ。見てごらんよ、君の大事な寮はもう何も見えてないんだ。そっちに行けばいいんだね。待ってて、すぐ行くから。ぐしょぐしょよ。でも見つかって本当によかったわ。うむ、ならば早くここから離れよう。霧が出始めているぞ。なあ、気のせいか？寮のやつ霧に向かってね。え？ママ、ママ。ねえ、あれヤバくない？寮、なんか
笑ってんのか。みんなまずいよ、霧がもう濃くなりすぎてる。確かにやばいな。リョウ、ハル、そこは危ない。早くこっちに来るんだ。ねえ、あれ何？気のせいか。影から触手のようなものが伸びて。待って待って、寮の方に行ってない？おいおいおい、やばいやばいやばい、これマジでやばいやつじゃねえの？